小山田信繁、小山田信繁は、戦国時代の武将。海、武田氏の家臣で、不代家老衆。海の東部軍内城の国衆。武田二十四町の一人に数えられる。軍内地方の国衆、小山田氏当主。小山田では守るの部割の次男として生まれる。小山田氏は、坂東八平氏の一流、秩父氏の血を引くとされるが、異説もある。 祖母が、武田新縄の娘かつ、信虎の妹で、信玄の、上位にあたる。信重の出自は、不明瞭な点があり、天文二十四年九月五日付、け、柏山蔵永久写しによれば、天文十九年、五百五十年三月中旬に、父、では守る信有は、柏山大善寺、甲州市勝沼町に参拝した際に、 僧侶の鶴千代丸藤尾津丸の西を連れ、両人とも十二歳としている。鶴千代丸は僧侶、長男と記されているため、八三郎信有に藤尾止丸は否定され、両人とも天文八年、1539年の出生と考えられが、八三郎信有は、永あ五は、a 五百年、1562年5月の元門で、自身の年齢を23と記しているため青年は、 天文九年で、信重は、八三郎信槍の初兄とも考えられている。海の国史でも、天正十年、1582年に四十三歳死去としており、天文九年出生となる。なお、この他に、紅葉軍艦末書では、六十二年、1569年時点で二十七歳とし、天文十二年出生とする説もある。天文十一年。 1552年正月には、父の出は守る信有が病死し、あとは、兄の八三郎信有が家督を継ぐ。従来、八三郎信有と信主は、同一人物とされていたが、町田市において両人が別人である。可能性が適され、高野山インドインク要庁により、八三郎信有は、永六八年に死去しており、信主とは別人であることが判明した。永六二年。 1559年の、北条氏所領役長には、相模国なし李北条氏の多国衆として、兄の八三郎と、並び、八五郎の名が記され、信重に否定される可能性が考えられている。また、公用軍艦、甲州武田保守省院、新元公五層人数時には五不大過労衆に属す、五古商衆として、小山田八五郎の名を記し、250期を率いたとしている。 A68 年1565年に、や三郎が病死したために家督を継いだ。公葉軍艦によれば、武田氏と長岡景虎、上杉謙信は、天文十六年1547年10月19日に、品濃雲の平において、初めて合戦を行ったとし、この時、小山田左兵が、お先、先陣を務めたとている。実際には、 第一次川中島の戦いは、天文十二年、1553年9月に、北信濃で発生した出来事で、左平は、信次元の関東名であるが、公用軍艦では、やさぶろうを指していることが指摘される。永6九年、1566年正月16日には、鶴瀬、甲州市山都町の佐藤与たいご在門に仮称、発給しており、これが、 初見文書とされる。同年3月には信玄に従い上の国、群馬県に出陣しており、広に、信の海津長野県長野市付近から、軍内の藤尾室浅間神社別当、長野義秀に対して、書状を送っている。翌860年には、代代わりの安堵状を多く発給している。また、同年8月7日には、武田家における、吉信事件、着難、 吉信の敗着事件に際した、起承文、下野郷起承文が提出され、信繁も起承文を記している。A61 年12月には、武田氏と今川氏の同盟が断絶し、武田氏による今川領侵攻、駿河侵攻が開始される。公用軍艦によれば信繁は先陣を務め、駿河江尻、静岡県静岡市清水区から、上原、堂々区に侵攻したという。 翌永862年、1569年、今川領への侵攻は、相模ご法上氏との交渉同盟の断絶も招き、法上氏との構想も発生する。公用軍艦によれば信武士では、駿河で合戦を続けていたとしているが、詳細な動向は不明。同年9月10月、信玄は、ご法上氏の本拠である相模小田原城、神奈川県小田原市を包囲し、鉄平中の10月6日には、 相模三瀬峠、神奈川県相川町、相模原市緑区津久井において北条方との三瀬峠の意が発生する。紅葉軍艦によれば信玄は信玄に対して、軍内から武蔵区に八王子城、東京都八王子市を攻め、さらに小田原城の市場である滝山城、八王子市での合流を指示したという。一方、同年9月には信玄が、富士室浅間神社に奉納した。 気象文が存在しており、この気象文によれば信茂は、御岳城、八方城を攻撃し、滝山城下に放火し軍内に帰国したとされ、三瀬峠の戦いには参加していない可能性も指摘される。今川、北城との争いはその後も続き、元気元年、1570年にもするが、伊豆への出兵が行われているが、信茂の動向は不明。同年8月には、 伊豆ニラ山城、広告寺城攻めが行われており、信繁は山形正影、武田勝頼と共に、ニラ山城攻めに加わっている。元気2年に武田氏の駿河支配は確立するがその後も、北条氏との抗争は続き、公用軍艦では、北条との争いにおける、信繁の動向を着ている。同年12月には、第二次交渉同盟が成立し、北条との争いは収束する。 元気三年、1572年10月に信玄は、尾張の織田信長と断交し、正常作戦と呼ばれる軍事行動を開始する。正常作戦では、信長の同盟国である、三河国の徳川家康の両国である三河、東東海への進行を追い、同年12月には、徳川方との三方ヶ原の戦いが発生する。紅葉軍艦によれば、 正常作戦に際して信繁は先陣を務めたとし、三方ヶ原の戦いにおける動向も記している。なお、三方ヶ原の戦いにおいて信繁は投石隊を率いたとする逸話が知られる。三方ヶ原において、武田氏が投石隊を率いたとする逸話は、信長後期や三河物語において記されているが信繁がいたとする。資料は見られず、近世。 近代期の戦士資料において語読され、信熟が投石隊を引いたとする俗説が成立したと考えられている。元気四年四月十二日、信玄は品野稲軍駒場で死去し、家督は四男の勝頼が継ぐ。元気四年五百七十三年七月一日の文書において、 信ぶは花は顔に家印、ガツテイを銃をする形式から顔のみの形式に転換している。ガツは、では守る信有が創始した小山田氏の家印で、顔と共に銃をする形式は、歴代小山田氏の発給文書の基本様式となっていたが、信ぶの変化は、武田家の代替わりに伴う転換であることが、指されている。信玄の死後、織田信長、 徳川家康は攻勢を強め、元気4年7月に家康は、三河国流しの城、愛知県新主郎市攻めを開始し、勝頼はこれに対して、小詰めを派遣する。紅葉軍艦によれば、信重はこの時に、武田信豊、馬場信春と共に、流しの城に派遣されたという。同年8月には、三河国作主の国州、奥平氏が離反し、同年9月に、 長篠城は落城する。紅葉軍艦によれば、信とよら小詰の兵も帰国したとされ、信重も帰国したと見られている。天正三年、1575年4月に勝頼は、犯行を開始し、三河安す城、愛知県豊田市攻めを行う。信重もこの時に参陣している。同年5月に勝頼は、長篠城を包囲すると、これに対して、織田信長が出兵し、 同年五月二十一日には、武田氏と織田、徳川連合軍の間で、長篠の戦いが発生する。紅葉軍艦によれば信繁は、馬場信春、内藤正秀、山形正影、原正種らと共に、勝頼をいめたという。また、紅葉軍艦によれば信繁は、長篠の戦いで、徳川勢と競り合ったとしている。 長篠の戦いで武田方は大敗し多くの重臣が戦死しているが、信繁は勝頼の身辺を警護し、退却したという。同年6月には、信繁の義兄である御塾友綱宛ての漢文体の書状が残されているが、内容は検討の余地が指摘される。天正四年1576年4月16日には、信玄の葬儀が実施され、 信茂は五剣を持ったという。翌天正五年四月三日発給の文書では、他の類例がなく写しでのみ知られるが、二重格の長方形主因である、実名主因、信茂を使用している点が注目されている。天正六年、1578年三月、越後で、上杉謙信の没後に、上杉影勝、上杉影虎の間で家督をめぐる乙手の乱が、 発生する。勝頼は、交渉同盟に基づき、北条家から、上杉家に養子に入った、影虎支援を要請されて、越後出兵する。これに対し、継承は、勝頼と和睦交渉を試み、勝頼はこれに応じて、継承、影虎間の和睦を仲介する。信繁は、継承との交渉において、勝頼側近の後部勝助、長坂光剣と共に取り次ぎを担当していい。 小山田氏は、国法上氏との取り次ぎを担当していた点からも、継承、影虎館の朝廷にも携わっていたと見られている。継承、影虎館の和睦は一時的に成立するが、同年8月22日に、徳川栄康が、駿河殿中城、静岡県藤枝市攻めを行うと勝頼は、越後を撤兵し、その最中に、継承、影虎館の和睦は崩れる。 天正七年三月には影虎が、継承に攻められて滅亡し、これに、交渉同盟も破綻する。勝頼はこれに対して、継承との同盟を強化し、公越同盟が成立する。信重は引き続き上杉方との取り継ぎを担当している。天正九年十二月、織田信長、徳川家康は、武田両攻めを開始し、公衆制抜。総大将、織田信忠。 副将、滝川和松、信濃基礎軍の国衆、基礎義政が離反する。また、これに伴い相模のご法上氏も、武田領への侵攻を開始した。義政の離反を契機に、信濃領国は動揺し、翌天正十年、1582年2月2日に、勝頼は、信濃諏訪上原、長野県知野市に出兵し、高乱期によれば、信重もこれに従ったという。 二月二十九日に、織田信忠は、稲群高東城の西名森信、信森を攻め、信忠は、やぶみで、森信に降伏を促し、信主らが勝頼から離反したと伝えているが、この段階で、信主が勝頼から離反していることは巨法であると、指摘されている。勝頼は、天正九年に新浮城山梨県稲崎市を新たに築城し、甲府から本拠を移転しており、 信長後期によれば、同年3月3日に勝頼は新府城を放棄し、小山田氏の軍内へ逃れたという。公用軍艦によれば勝頼着難の信勝は、新府城における老城を主張したが、これに対して、品野の国州、真田正幸が、上野岩別城、群馬県安町への退避を提案した。しかし、勝頼側近の長坂光県が小山田を、頼り軍内の岩戸の城、 大月市にぎお岡町へ逃れることを主張したという。一方、後乱期では、信勝や正幸の提案を記さず、勝頼が信繁に大使軍内への退避を指紋したとしている。なお、岩戸の城は、小山田氏の爪城とされているが、小山田氏の本拠である谷村、鶴市ヶ谷村からは、距離があることから、岩戸の城を、小山田氏の城とするか、武田氏の城とするかで議論がある。なお、 天正9年3月20日に岩戸の城へ、勝頼が財番主を派遣している事実も注目されている。勝頼一行が軍内領へ退避する佐中信のは、勝頼から離反。勝頼は、他の甲州市山和町において小田方の滝川和増の軍勢と戦い、武田総家は滅亡した天目山の戦い。信離反に関して、武田側の資料では、 まず、紅用軍艦によれば、勝頼一行は、軍内領への入り口である鶴瀬、甲州市山都町において7日間投留し、信重の迎えを待っていたが、3月9日夜に、信重は、軍内領への道を封鎖し、勝頼一行に対して木戸から軍内への退避を呼びかけると見せかけ、信重のいとこ、小山田八左衛門と勝頼のいとこ、 武田信行、信鷹が信繁の人質軍内へ退避させ、信繁は、勝頼一行に、ここから鉄砲を放ったという。信行は、性質が、恩塾と毛ずなの妹で、信繁とは相意向この関係にある。なお、武田三大軍記、李喜びに来でも、同様の話を記し、李喜びに来では、信繁の離反を七日の出来事とし、信繁が軍内への入り口を封鎖した地を、 笹子峠、大月市、甲州市としている。一方、降覧期では、信繁離藩の日付を記さず、勝頼は、柏を甲州市勝沼町において、信繁を待ち、細かい甲州市大和町に移動したところで信繁の離藩を知ったとしている。一方、織田、徳川方の資料では、信長後期では勝頼は、小山田の館までたどり着いたが、信繁は、 勝頼の使者を跳ねつけたと簡潔に記している。三河物語では、小山田八左衛門が登場し、勝頼が軍内領へ逃れる途中に、八左衛門を信繁のもとに派遣したが帰還せず、信繁離反を知ったという。織田、徳川勢により会が閉廷された後、信繁は着難を人質として差し出すために、信長に敗越しようとしたが、織田信太だから、 武田氏への不忠を咎められ処刑された。信長後期では3月7日上に成敗した、小山田では守る、信重の名を記し、紅葉軍艦では、武田信行や小山田八左衛門らの名も記している。一方、後乱期、海の国史によれば、3月24日、海吉光寺で、着男、老母、妻、女子と共に処刑されたという。年44、 勝ツ加古町、森島元、貝の国史総工に記される伝尊しない、同時諸蔵の遺廃によれば改名は、西雲院伝竹山町文工寺。信重の命日は、降乱期、朝生時、勝ツ加古町に、二十四日と記され、降乱期では三月十一日の勝より時以外から十三日ごとしている。千鳥姫という信重側室の伝説もある。千鳥姫は、 おだけの大軍に包囲された岩戸の山城から信繁の次男健一郎と赤子の万生丸を連れ、護衛の尾端太郎らと共に落ち延びたが、万世丸が泣き出したため、尾端太郎は千鳥姫から万世丸を取り上げ、岩戸の山城の断崖から投げ捨てたというものである。その場所は地合都市と呼ばれて伝わっている。降乱期では、信と共に処刑された前の8歳に、 なる男子の存在を記し、高野山事務院、員、従林院過去帳ではこれに該当すると見られる、幻朝、さ、同時の存在を記している。信重には孫娘、幼女の天光院伝がいる。天光院伝は、追号で、なお、孔首姫、孔騎姫とする説もあるが、確実な資料からは確認されない。天光院伝は信ぶ娘と、京来石左近大部の間に生まれ、 後に、信重の幼女となる。天正十年の武田氏滅亡後、信玄の娘の松姫に連れられ、勝頼の娘、西名森信の娘らと共に、武蔵区に横山村、現、東京都八王子市に落ち延び、松姫により育てられている。後に、岩北平藩主、内藤忠興の側室となり、着南、内藤義貝、吉宗らを設けている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。